面白い。よーペッケルイ。ご飯じ。最近面白いところ見つけたんだけど、一緒に行かないか？どんなとこ？じゃじゃーん、ここだぜ。うわー、見たことないゲームがいっぱいある。これは昔のゲームセンターにあったレトロゲームだね。昔のゲームも意外と面白いんだぜ。やりたいやりたい。ルイ、やってもいい？もちろん。せっかくだし、僕も遊んでみようかな。やったやった。今はもうない？昔のゲームセンターで人気だったゲーム4000。10円玉で遊ぶゲーム。まずはこれをやろうぜ。穴がいっぱいだね。どうやって遊ぶの？これは10円玉をレバーで弾いて遊ぶゲームだね。10円玉を穴に落とさずにゴールまで行けたらクリアなんだ。へえ。うわ、なんか書いてあるよ。連続クリア記録9回？このゲームを9回も連続でクリアした人がいるみたいだね。よし、俺がその記録抜いてやるんだぜ。ゴンジ、ミラクルショット！強すぎたみたいだね。ゴー下手くそ、次は僕の番。ゴーが強すぎだったから、僕はもっと優しく。えっ、やったー！お、うまいね、ペケツ。でしょでしょ。よし、次は少し強く。えっ、ないぞんな。よし、次は僕にやらせて。まずはこれくらいかな。よし、次はこれくらいの強さで。よしよし、この調子で。すごい。あと一つでクリアだ。ラスト。それ。あ、入った。すごいすごい。いきなりクリアってマジかよ。ルイならこの記録抜けるんじゃない？挑戦してみようかな。ダメだ。9回連続クリアした人すごいな。ボールを弾いてビンゴを狙うゲーム。次はこれで遊ぼうぜ。どうやって遊ぶの？これはボールを弾いて盤面の穴に入れていき、縦、横、斜めのどれかにボール4つの列を作ることでビンゴを狙うゲームだよ。なるほど。わあ、これもハイスコアがあるみたいだね。フルビンゴ最短記録58秒。すごいの？フルビンゴってことは全ての穴に持ち玉16個をノーミスで入れなきゃいけないんだ。それだけでもすごいのに、それを58秒でやっちゃうなんて神業だよ。僕たちが力を合わせれば余裕だよ。それ。はい、入った。次こう頼んだよ。任せろ。とりゃ。よし、もう一発。とりゃ。よっしゃ、いい感じなんだぜ。すごい、いきなりリーチだ。次はルイ頼んだぜ。行くよ。えい。頼む。よし、行け。あ、入った。なに？これはハイスコアいけるんじゃない？えい。はあ。このハイスコア出した人すごすぎるんだぜ。ドライブするゲーム。次はこれやりたい。これはハンドルで車を左右に操作して遊ぶドライブゲームだね。コースをはみ出さないようにうまく運転するとポイントが加算されていくんだ。500点獲得するともう一回プレイできるみたいだよ。ハイスコアは20回連続みたいだね。よし、俺が記録をぶち抜いてやるんだぜ。あれ、車が進むんじゃなくて地面が動いてるよ。そう、ベルトコンベヤーみたいにコースの書いてある布を巻き取ることで車が走っているように見せているんだ。それよりどうだ、俺の超絶ドライビングテクニックは。って、あれ、終わっちゃった。500点には届かなかったね。くっそー、20回連続とか信じられないんだぜ。50点、次は僕にやらせて。うわー、意外と難しいんだねこれ。うわー、でもペケッツ、いい感じだよ。もしかして僕には運転の才能があったのかもね。すごいぞペケッツ、ハイスコアいけるんじゃないか。まずい。おや、僕天才。すごい、本当にハイスコアいけるかも。なんじゃと。そうだ、あ、あんなところに UFO が。ねえ、 UFO だってどこどこ。あ、ペケッツ、ゲームどうするの。なんだよ、もう UFO なんてどこにもいないじゃん。ペケッツ、ハイスコアだ。そうだった。あ、これでよしと。ん？ボールを弾いて得点を競うゲーム。よし、次はこれで遊ぼう。なんか宇宙船みたいでかっこいい。これはピンボールといって、このレバーでボールを弾いて得点を稼ぐゲームだね。ボールが一番下の穴に落ちるとゲームオーバーだから、落とさないようにタイミングよく弾いて得点を稼ぐんだ。これは1、10、100、1000、100万ポイントがハイスコアみたいだな。よし、今度こそハイスコア取ってみせるぞ。うわー、なんか気持ちいいねこれ。ここに当たったら点数が増えるんだぜ。えい、わ、ほんとだ。な、ペケツ、ボールが落ちてきたよ、打ち返して。あー、えい、えい、なになに、きたきた、こ
これはボーナスタイムだ。まずい。いいぞその調子。ボールの動きをよく見て。頑張れペケッツ。どうしようどうしよう。ああこうなったら。何してるんだこの人。わかんない。あペケッツ危ない、集中して。あそうなんだ。えい。セーフ。なんじゃと。こうなったら。ちょっと何してるんですか。邪魔するなよ。あー見えない見えない。おいいぞペケツ。やったハイスコアだ。そんな。そしてすごいすごい、ハイスコア取れちゃうなんて僕ってやっぱ天才だね。すごいよペケツ。さすが俺の親友なんだぜ。それより一体この人は。ここのゲームのハイスコアは全てわしの記録なんじゃ。いやついさっきまではじゃな。そうだったんですか。わしには6歳になる孫がおってな、孫がハイスコアを見ていつも言うんじゃ、おじいちゃんかっこいいってな。わしはもう年じゃ、お前さんのハイスコアはもう抜き返せる気がせん。だからわしはもうかっこいいおじいではなくなってしまったんじゃ。だからあんなことを。まあでも人のゲームの邪魔をするのは良くないと思うけどね。おじいちゃん。一郎。あれもしかしてハイスコア抜かれちゃったの。ああそうじゃ、もうかっこいいおじいではなくなってしまったんじゃ。そっか、でも別にハイスコアじゃなくても真剣にゲームを楽しんでいるおじいちゃんの姿がかっこいいと思うんだ。僕はおじいちゃんと一緒にゲームをするのが大好きなんだ。一郎。なんていい話なんだ。うんうん、僕がハイスコアを出したおかげだね。こうして僕たちはゲームは点数や順位を競うだけじゃなくて楽しく遊ぶことが一番大事ということを改めて学んだのでした。めでたしめでたし。チャンネル登録お願いします。こんなに面白いのにチャンネル登録しないわけないよね。